失礼します。大阪府の高槻市立柴谷中学校です。と本校は123と667合計19学級のある中学校です。研究テーマは ICT を活用した授業の実践事例集およびマニュアルの開発ということで、と今回と主にお話しさせてもらうのが成果として授業設計と ICT と。 中学校ですから色の先生が授業を見に行きます同じ視点で見ていくにはどうしたらいいのかというところで授業の視点をしっかりとまず見ていくということを今年度やってきましたそして続いてアイワークですけれどもこれはえっと校区内外の先生方これによる自主研修になるんですけどもこれも今広がりつつあります これの話もしていいいきたいと思いますそして職員研修研修のあり方ということで非常に職員も多いですからその多い職員の中でどういうふうにして一致して進めていくのかその辺りをお話しさせてもらえたらと思います。やはり大切なのが授業設計と ICT ということで本校では授業する際に指導案 書く前に企画書というえをそれぞれの先生方が書いていてただきますそしてこれを週1回ある研究推進会のに持ってきていただいてやるんですけど主にこの4点です特にどういう力をつけたいのかっていうあたりがとても重要になってくるんですけれどもこの辺りを中心にしてお話をやっていきます。 例えば数学の例で本校は習熟度別学習しておりますので昨年度やりましたそれぞれのコースでつけたい力は一体何なのかこれを明確にしていきますその上でこういった力をつけるためには一体どういったことを大切にしないといけないのか基礎コースであればやはり分かりやすい工夫これがどこでやればいいのか。 あるいは標準発展コースこれは連立方程式の例でお話をさせていただいているんですけれども問題作り、りここういいったたと、そして取り入れたい活動です。基礎コースではペア学習であるとか標準発展コースではグループ活動であるとかそして分かりやすくするために ICT をそこでやっと使いましょうと。 えー、そして、標準発展コースの方では自分たちの、えー、作った作品を、えー、昭和カメラを使って発表していきましょうとそういったことをやっていきました、えー、去年からいくつか変わっていきました、えー、一つの教科を全員で見るという視点から、えー、今度は複数の教科に分かれて、えー、それぞれ分科会をして、えー、全体会をするとこういうような形で、えー、っと今現在は目標を明確にしていきます。えー、そして全教職員が1回以上公開授業をする ステップ1、ステップ2というこの2ステップというのを今年度から導入していきましたやはり何といっても分かりやすい授業ここに書かれてありますようにタブレットそしてデジタル教科書こういったものを使っていろいろ授業を展開していきましょうさらにこれを進むと次は子どもたち同士がつながる授業こういったことを目指してやっていきましょうということでいろいろ進めていきました。 成果として新たな研究の方向性先ほど言ったステップ1ステップ2そして広区に広がるアイワークそういったものが出てきました10日前にこれ設置が終わったんですけれど各教室に電子黒板機能付きプロジェクターというのが配置されましたこれで多分飛躍的に伸びるということを期待してさらにはアイワークこれ7月にしたんですけど約70名近くの先生方お越しいただきました 校内の方でも全体のワークショップということでいつどんな場面でつながる授業ができるのかなっていうあたりをお話をして今後の課題です教えて考えさせる授業がまだ十分できていないということそしてエビデンスの必要性ですねこういったところをしっかりと据えた上で30日授業30日の日には全19楽 旧クラスすべて公開授業を行います1時間目です2時間目は提案授業ということで国数家庭科についてやっていきます2次案内を9月の最初に出す予定をしておりますぜひお越しいただけたらありがたいと思いますご清聴ありがとうございました以上です